モーニングジャム。3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト播州のフルーツセット1万円相当プレゼント、はい、これね、静岡のマスクメロン1玉、そして特選小粒みかんが5キロ、はい、あのちっちゃくて甘くて美味しいやつです。甘いやつですね。はい、それから冬柿の 3L サイズ6個セット、はい、播州のフルーツセット1万円相当ということですからね、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください、はい、じゃあね、今日はそうだな、こちら女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。はるみさんですね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は中地にお願いがあってメッセージしました、はい、うちの主人、お風呂に入るとき風呂場の扉は閉めるんですが洗面所の方は開けっぱなし、うん、まあまあまあ、だから二重扉になってるっていう、はいはい、まあ大体どこの家もそうでしょうけどね、うん、理由は風呂場を開けた時に涼しくないのと閉鎖的になるのが嫌だとか、でうちに子供がいる時は腰にバスタオル巻いて出てくるんですが、私だけの時には全裸でリビングに来てそこでゆっくりと拭き上げるんですいわゆる風呂上がり真っ端い、うん、いわゆるって言われてもそんなのがあるの知りませんけどねうちの作りは風呂場の正面が玄関で、はあ、そうなんですね。珍しい作りになってますね。どうぞどうぞ、まずはお風呂上がってからってお客さんがうちの作りは風呂場の正面が玄関で、うん、まあ、玄関の正面が風呂場ででしょうね洗面所を閉めていなければ浴槽まで丸見え、はあ、万が一宅配便とか近所の人が玄関先にいた場合は逃げ場がなくジエンド、もう玄関に誰かが来とったらどうするんというと、その時は手で前を隠してこんばんは、いつも妻がお世話になってますって挨拶するから大丈夫って言うんです頭にくるんですが、何より心配なのは主人はもう60代、さすがに暖かくてももう11月、寒くなると高齢者の浴室でのヒートショックが原因で死亡というニュースをよく見かけますよね。私がその話をしても全く気にかけてくれないんで、どうしたら言うこと聞いてくれるのか問いただしたら、中地が洗面所のドア閉めなさいって言ったらやるそうなんです。もう私より中地の方が効果あるんです。なのでどうかどうか中地からうちの主人に洗面所のドアを閉めるようメッセージお願いします。あと一つ気がかりなのは中地も風呂上がり真っ端かもしれないなってことなんですどうですか。いやいや、それは風呂上がりにパンツ履いて出てきたらおかしいだろいやリビングまでってことですよ。まあリビングまではとってもじゃないけどそのだから風呂上がって、はいはい、その風呂の扉がね、うん、最初の風呂から、洗面体を拭くところ、はいはい、で体を拭くところの扉は閉めてるかっていうと、うん、閉めてないです。ああそうですか。はい、別にいいでしょ俺はなんならもう全部全裸でもいいぐらいのもんですよ、別に一人だからね。ああそうか、そうのまあねえ、どうなんですか。まあでも、うん、その玄関に誰かいたら分かるでしょっていう音とかでね。そうですね、そうですね、あとはだからね、そのヒートショックが心配っていうところですよね今から寒くなる。いやいや、だからヒートショックが心配っていうのは、うん、そのどうなんだろうね、外気温とってことでしょ。そうです、ね、だから外気温と同じような気温だったらいいんじゃない の、 あ、そのそうそうそう、締め切ってて冷たくなるっていうのね、はいはい、急に冷たいっていうことよりもってことですね。そう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 、まあ分かんないけどね何の話やねん私が注意して差し上げるっていうのも変でしょこれも行きましょうか、女性の方、中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。昨日の夜から今朝にかけても起きた私の災難を聞いてください、はい、3歳と5ヶ月の、姉妹の母、昨日から夫が泊まりがけで人間ドックのため終日ワンオペ育児、うん、
昨日の夜、子供たちの寝かしつけから地獄が始まりました。夜9時寝室に入って寝かしつけ開始。しかし長女がふざけて寝ない。結局1時間眠らずふざけて遊んでいた足が次女の頭にクリーンヒット。いい加減にしなさいと私に怒られて、うわーパパに会いたい。パパっ子なんです。パパに会えないことがとてつもないストレスらしく、結局30分間うわーうわーと。その間お姉ちゃんがうるさいから眠れない次女。夜10時半2人とも就寝。そこからできなかった家事をラジコでモーニングジャム聞きながらスタート。夜11時半私が就寝。深夜1時次女の授乳。30分後に寝たので私も就寝。深夜2時背中にドーンと衝撃が走って起こされる。何事と思ったら寝相の悪い長女が回転しながら寝返りを打つ時に私の背中を蹴り上げたらしい。深夜3時次女の授乳。深夜4時お尻に衝撃を受けて起きたらでんぐり返りしたみたいで、どうやら私に、ぶつかってきて。早朝5時次女の授乳。終わって寝ようとすると長女がママおしっこ。早朝5時40分長女寝かしつけ。朝6時半顔の方分に転がってきた長女の後頭部の頭突きを受けてて、あー痛い。7時10分次女が起床。長女もご機嫌に起床。もうボロボロですご苦労様です ね, ね。いやいや、でもこれがね、かけがえのないね、日々なのかもしれませんよ、はい。